こんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野道隆です。今日ご紹介するのはこちらのミューラー兄弟のパフュームランプになります。まあ、パフュームランプってどういうのかっていうとですね、常夜灯とかっていうのをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。なのでこう常に点灯させておくようなランプですね。まあ、場所はですね、そのどこに置かないといけないとかっていう場所はないんで、まあ、大体飾ってあるのがこう廊下の下足元とかに置いてあったりとか、玄関の何て言うんですかね、靴棚の上に置いてあったりとか、そういった場所に大体この常夜灯っていうのは置かれることが多いかなというふうに思いますね。このタイプの常夜灯はですね、こうステムがあってこういうふうにここにライトがあるとかっていうのは、あの玄関の前とかにあるのが多いんですけどね。まあ、そういったのも常夜灯というふうになっております。で、今日ご紹介するこちらのミューラー兄弟のランプなんですけど、これですね、あの後ほどまた拡大して見せるんですけど、アジサイの花が描かれている作品になっております。なので、まあ、アール・ヌーボーの時代の作品ということになりますね。それでですね、まあ、ちょっとした豆知識なんですけど、このアール・ヌーボーっていうのはどういう意味かっていうのと、アール・デコがどういう意味なのかっていうのをまず解説していきます。このアール・ヌーボーなんですけど、アールっていうのが実はアートって書くんですよね。で、アール・デコ、あ、アール・ヌーボー、ヌーボーっていうのが新しいという意味になります。なので新しい芸術という意味なんですよね。それがだいたい1910年ぐらいに花を開き、まあ、そうですね、だいたい25年ぐらいというふうに言われております。で、まあ、どういった何ですかね、デザインかっていうと、花とか植物とか自然とか、そういった感じのが描かれている作品、表現された作品っていうのがアール・ヌーボーというふうに言われておりますね。で、その後に来たアール・デコなんですけど、このアールっていうのもこれもアートなんですよね。で、デコっていうのが装飾という意味になります。どちらかっていうと、アール・ヌーボーっていうのは階級が高い人たち、なのでやっぱりこう王室とか貴族とか、そういった人たちに向けられて作られた作品をアール・デコ、あ、アール・ヌーボーっていうんですよね。で、アール・デコっていうのがその後に来た時代なんで、こういったのってアール・ヌーボーなんでなかなか量産ができないんですよね。ただそのもっとこう大衆に広めていきたいというところでアールデコができたんですけど、そのアールデコがもうちょっとですね、こう装飾を華やかだけど大量生産ができるような様式というふうに認識してもらうと分かりやすいかなというふうに思いますね。ただそのアールヌーボーもすごく美しいですし、アールヌーボーも大量生産ができるようになったとはいえども、やっぱり数は少ないんですね。もうどっちもどっちですね、すごく芸術性としてはほとんど変わらないというふうになっておりますね。はい、で次がこのミューラー兄弟のご紹介なんですけど、ミューラー兄弟がですね、9人家族じゃなくて9人兄弟ですね。9人も兄弟がいて、そのうちの4人がガラス工場で働いていたというふうに言われております。なので何でも鑑定団とかにも時々出てくるんで、まあ、ご存知の方は多いと思うんですけど、やっぱりですね、アール・ヌーボーといえばエミール・ガレー、ドームナーシー、ルネ・ラリックというふうに思われる方も多いと思うんですけど、このミューラー兄弟っていうのもすごく素晴らしい作品、もうこれを見ていただければ分かると思うんですけどね、すごく素晴らしい作品をたくさん残しているので、アール・ヌーボーとアール・デコを代表する工芸家と言ってもいいと思います。で、なんで僕がですね、このミューラー兄弟をおすすめしているのかっていうと、実はですね、このミューラー兄弟はエミール・ガレの下でガラスの作り方を勉強していた工芸家というふうになっております。なんでですね、ガラスの作り方とかそういった部分っていうのは、ガレに似てる部分とかっていうのもまあまああるんですよね。で、ドーム兄弟、また別でですね、ドーム兄弟という工芸家がいるんですけど、このドーム兄弟のところではシュナイダー兄弟が勉強してたんですよね。なのでそういった感じでこう本当に素晴らしい工芸家の下で勉強してた工芸家という作品っていうのは、その工芸家の技術とかをしっかり身につけた状態で作品に反映させているので、とても美しいものがあります。なのでこういったですね、あんまり日本では認知されてない工芸家っていうのも僕はすごくおすすめしておりますね。はい、ではこれからですね、こちらのミューラー兄弟のアジサイのパフュームランプを拡大してお見せしていきます。どうぞご覧ください。はい、
こちらがミューラー兄弟のパフュームランプになります。でですね、この下の方に描かれているの、これがですね、アジサイになりますね。アジサイが描かれております。で、ここにサインがありますね。ミューラー兄弟エナメルサインが入っています。で、この下のブロンズの部分っていうのが、これが素材がブロンズになっておりますね。で、結構こうちっちゃめに見えるんですけど、実はかなり大きくてですね、これが15センチの定規なんですけど、これでもう15センチぐらいになってるんで、まあ大体そうですね、18センチぐらいというふうに思っていただければいいかなと思いますね。で、点灯させるとこんな感じになります。このアジサイの部分はしっかりと見えてたと思うんですけど、実はここにですね、葉っぱも描かれてるんですよね。こういったこう細かいところまで描かれてるのがやっぱりいいなというふうに思いますよね。で、こっちは何なんですかね。こっちはこうなんかこうちょっとこう模様が入ってるんですけど、何の模様を表現してるのか、僕にも分かんないですね。で、上から見たらこんな感じというふうになっております。で、これがですね、エティー・バンソンという工芸家も入ってきた作品になっております。なので、三浦兄弟とエティー・バンソンの合作の作品ですね。おそらくですね、このエティー・バンソンっていうのがデザイナーというふうになっているので、これですね、HV、エティー・バンソンの HV のサインですね。なので、このエティー・バンソンはデザイナーなんで、この三浦兄弟の他にも、バカラの作品とかもデザイナーをやってたんですよね。なので、多分デザインはエティエ・バンソンがやって作ったのがミューラー兄弟なのかなというふうに僕は思っておりますね。まあ、詳細がですね、ちょっと調べてもよく分かんなかったんで、多分僕の予想ではそうだろうなというふうに考えております。こんな感じですね。アール・ヌーボーとかアール・デコの時代って結構合作の作品が多いです。なので、とても何ですかね、こう歴史を振り返って見ることができるというか、2人の工芸家によって作られた作品っていうのはやっぱり綺麗なものが多いんでですね、それだけ希少価値も高いですし、やはりそのもう 見ただけですごく芸術性が高いなというのは分かっていただけると思いますね。ではちょっとこの辺でですね、一旦拡大したパフュームランプの紹介を終了とさせていただきます。はい、こんな感じですね。今日はミューラー兄弟のパフュームランプ、常夜灯について解説をさせていただきました。今ですね、見ていただいてもう分かったと思うんですけど、すごく芸術性が高い作品になっております。なんでですね、こういった感じのランプがもう1個家の中にあるだけで、その空間っていうのがすごく華やかになりますので、こういったですね、アール・ヌーボーとかアール・デコ期の作品をお探しの方であれば、もうこのような作品はですね、すごくお勧めしておりますね。まあ、この他にもですね、すごく素晴らしい作品はありますので、この他の動画でも紹介をしていこうと思っております。ということでですね、今日はこのミューラー兄弟のランプのご紹介を終了というふうにさせていただきます。アンティークテーブルウェアでは、この他にもいろんな商品の紹介をさせていただいておりますので、興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと、この下のですね、もっと見るってところを押していただければ、私のショップが載っておりますので、興味のある方はそちらの方もご覧になられてください。ということで、今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。